ゴールドイーグル指揮官へ、シャドウ1は攻撃準備をし、しびれを切らしてる。了解、グレイブス待機しろ。ラズウェル、確認できたか。ウォッチャー1からブラボー07へ、位置についたか。もう少しだ。ヘリが来るぞ。コブラにかもしれない。時間を守る男か、そこは認める。上に登って奴がなぜこんなところに来たのか調べろ。確認した。何が見える？武装した人員、装甲車に武器もロシア製だ。ロシア人はゴーブラにと何を企んだろう。イランへの供給、武器の取引だ。シャドウワン、聞こえたか。ああ、まさに一石二鳥だ。まずゴーブラにかどうか確認する必要がある。ゴースト、奴の姿を確認できるか。武装した護衛が VIP を一人連れている。ロシア人は嬉しそうだ。喜んでいられるのも今のうちだ。ゴーブラに将軍を発見。了解、全部隊へターゲットを確認。シャドウワン、攻撃を強化する。ラジャー指揮官。ゴースト、そこは目標にかなり近い。ミサイルの威力を考えると。了解、大丈夫だ。撃て。全部隊へシャドウワンだ。ミサイルはいつでも撃てるぞ。発射に備えろ。座標を入力。ターゲットを指定。2、1、発射。撃ち上げたぞ。ラズウェルか。シェパード将軍。顔に書いてあるぞ。戦争か。まずあなたにと。もちろんだ、ラズウェル。話してみろ。ゴーブラニの副官を割り出しました。あ、ハッサン・ザイヤニ。クドス部隊の少佐だ。イランへ肩入れをしています。テロリストへの援助か。資金に武器、情報も。野心家だな。危険人物です。ゴーブラニへの報復を望んでいる。何か企んでいます。イランにいては手が出せん。イランにはもういません。今はアルマズラに。なんだってアルマズラなんかに。それを知る方法は一つだけ。ならば捕らえよう。いつです？今は何時だ？人選は？ラジャー、海兵隊が到着した。お前と軍曹がこの件を指揮しろ。軍曹？ホープ・マクタビッシュだ。大船に乗った気でいてくれ。席を取っておく。冗談だろ。ゴースト、聞こえたか。イエスサー。問題でも？ありません。アウト。
アルマズラの領域にある敵陣を強襲する。アルカターラが渓谷に集まっていると情報があった。奴らは何かを守っているのだろう。監視映像で3つの建物を守っていることが分かった。ハッサン少佐は中に隠れているはずだ。ゴーストとソープが海兵隊特殊作戦コマンドを指揮してハッサンを捕らえる。ヘリで2つのチームを運び、標的付近の別々の地点に送り込む。ブラボーチームは家屋1と2を相当し、アルファチームは家屋3を担当しろ。全隊員に実行権限を与えるが、ハッサンは尋問のために生け捕りにしたい。注意しろ。ハッサン少佐はアルカターラのライフラインだ。命がけで守ろうとするはず。頼んだぞ。ブラボーはここで降ろす。アルファはこのまま機内に留まれ。中間地点で合流だ。ハッサンは生け捕りにしたいが、いざとなったら生死は問わん。任せたぞ、ソープ。家屋1に移動する。耐えてくれ。ゴースト、墜落地点の安全を確保すべきだ。まずハッサンを片付ければアルファへの攻撃も手薄になる。次に墜落地点の確保だ。いいな。了解した。行くぞ。家屋まで進め。
لا تخلوا هالولاد الكلب ياخذوكم عايشين سيبن ون تايرس を組め ソブ窓を頼む セブンワンは屋内に進む سيبن وان ده رابو صوري انا لا احمل باب هم وين يجي اخي اقتل كل واحد بيمر من هون اترتع ゴースト、敵のロケットを排除した。ゴースト、ここは確保した。ハッサンの姿はない。了解、墜落地点に向かうぞ。ハッサンの映像があった。ハッサンは奴らの英雄だ。それじゃあ新たな英雄が必要になるな。高貴な指導者を返し、奴らは遠くから手を下すだけの臆病者だ。我らは戦士として、貴様らの国に踏み入る。大丈夫か？いや、プレートが食い止めた。アルファを攻撃したのはこいつらか。ああ、これで墜落地点を確保できる。ブラボー各員、外に集合しろ。ゴースト、ソープだ。敵の装備は侮れない。ソープ、救出のため、俺と墜落地点へ向かうぞ。他の隊員は、ここから援護してくれ。ラジャー。アルファ02、ブラボー07は家屋2を確保。そっちへ向かう。アルファだ、了解。光線に備えろ。永久が待ち伏せているだろう。味方だ。ああ、助かったぜ。5人死亡、1人負傷だ。俺は戦えるが弾が足りない。負傷者を運ぼう。時間がない。奴らが来た。木立に向かって銃を構えろ。何か見えるか敵がいた狙えるなら撃て何人いるんだ始末にあげてやれやれ撃て上際に敵だ注意読み通りだな RPG! 銃を構えろ
終わったか。ひとまずな。子たちから目を離すな。奴らがまだいる。セブンシックス、火力支援を頼む。子たちを爆撃しろ。ラジャー、要請を確認。踏ん張れよ。まだ終わってない。ゼロセブン、航空支援まで3分だ。了解した。航空支援が来るぞ。おい、子たちから煙が出てる。視界ゼロだ。なあ、何も見えねえ。来るぞ。隠れろ。グレネードの砲撃だ。スーツにがやられた。ガンダウン。手遅れだ。銃を持って戦え。ソープ、無事か？ああ、ツースリーが撃たれた。息がない。セブンツー、こっちに来てくれ。ナジャ、移動する。ゴースト、家屋に退避した方がいい。ダメだ、ここを片付けて突き進む。ハッサンがいるならこの先のはずだ。セブンシックス、航空支援に無線を入れろ。ナジャ、待機しろ。セブン指揮官、こちらキロゼロワン、攻撃まで1分だ。ヒーローゼロワン、この先にあるものは何でも攻撃しろ。至近距離でも気にするな。了解した。くそ、今度は何だ。注意、装甲車が来るぞ。全部で4台だ。弾を温存しろ。引きつけるんだ。奴らが来た。応戦に備えろ。用意はいいだ。片付けろ。ハッサンが AQ を軍隊にしちまった。ブラボー確認へ。ヒロ・ジャワンは突入。レンダークローズ。航空支援が来たぞ。セブンシックス、死傷者搬送のためにヘリを投入しろ。ラジャ、切り替えていくぞ。まだハッサンがいるんだ。ああ、奴をとっ捕まえようぜ。アルファ、一緒に来い。ラジャー注意。出発だ。奴らは俺たちをおとりにしたんだ。物資も豊富だし、戦い方もうまい。ハッサンのおかげだな。あんたが正しかったようだ。ヘリの墜落があったからな。その隙に逃げた可能性もある。航空隊はまだ残してある。待機させろ。これより突入する。ラジャ、家屋3を視認した。そこが目標だ。ハッサンがいるかもしれん。マンダウン！ヒロ、屋上にスナイパーがいる。トップ、スナイパーをやれ。残りの者は伏せていろ。誰が撃たれた？セブンフォーがやられた。なぜこっちが見えたんだ。奴らにはナイトビジョンがある。俺たちは格好の的だ。
ナイパーダウン。まだ屋上にスナイパーがいる。片付けろ。もう一人やった。いい腕だ、ソープ。前進するから援護しろ。永久が立てこもってる。かなり大事な門を守ってるに違いない。走るぞ、タイプ。この空気なしや。これ以上詰められない。セブンシックス、直ちにあのカウンターを攻撃しろ。ゴースト、ハッサンが中にいるかもしれないんだぞ。他に手はない。セブンシックス、攻撃しろ。だが破壊するな。キロータ、攻撃を要請する。標的は前方の家屋だが破壊はするな。セブンシックス了解した。攻撃する。調べろ。ハッサンか確認するんだ。ハッサンの姿はない。いや、ハッサンじゃない。一階に押し入る。一人やった。二階へ上がる。二階へ進む。やつ自身の姿はない。キル確定。連中はどこにでもいる。一人始末した。奴がいたんだ。ここは司令部だ。総部、物色しろ。探れ、何かあるはずだ。
見ろよ、ハッサンのユニフォームだ。ここにいたんだ。墜落地点にいる間に逃げたのか。味方を助けたのが間違いだと。そいつは結果論だ。ブラボー各員、こっちに何かいるぞ。すぐに行く。ブラボー各員、外に集合しろ。ハッサンがいないなら、奴らは何を守ってるんだ。確かめてみよう。何があった？倉庫だ。ドアが開いてた。中から物音がしてる。了解、片付けよう。コンタクト！オールクリア。探せ、何を隠していたのか暴くんだ。こいつは一体。全部英語だ。嘘だろ。弾道ミサイルか。移動発射機だ。1000マイルを飛ぶぞ。少なくともな。イランは一体どうやってこんなもんを。セブンシックス、ラズウェルを呼び出せ。ラジャー、スタンバイ。ブラボーセブンシックスチャーリーからウォッチャー1へ応答を。こちらウォッチャー1、どうぞ。ラズウェル、すごいものを見つけたぞ。ハッサンなんでしょうね。ゴースト、これを見ろ。ゴースト、ハッサンは見つけたの？いや、だが兵器を見つけたぞ。ハッサンはミサイルを持ってる。アメリカ製のな。ゼロセブン、こちらゴールドイーグル指揮官、今一度繰り返せ。繰り返す。ハッサンはアメリカ製のミサイルを持っている。よし、部屋を開けろ。全員部屋を出るんだ。さあ。アメリカのミサイルがイランの手に渡ったぞ。ミサイルは A 級の手中にあります。ハッサンはハロウィンよろしく我が国の弾道ミサイルを配りまくったというのに気づかなかったのか。イランは責任転嫁するでしょう。責任転嫁がなんだ。イランは関与してる。流出したミサイルの数と奴らの目的を知らねばならない。ハッサンはおそらく運び屋を使ってます。ならその運び屋をお前が突き止めるべきだとは思わないか。私のチームなら2時間あればミサイルに関わったものを洗い出せます。ダメだ、ミサイルを破壊しろ。将軍、原因を突き止めましょう。これは諜報側の失態だぞ、ラズウェル。戦略的な対応はできない。あそこには日の出までに500人の敵兵が集まるだろう。時間との勝負になるんだ。ゴールドイーグル指揮官からゴーストへ、チームを動かし攻撃を要請しろ。兵器を破壊するんだ。指揮官。アムステルダム。アムステルダムとこの件に関係が？密輸の拠点です。警備が甘く敵の内通者がいる。こちらにも。誰だ？大尉です。彼は今も A 級の工作員を追っています。やっと今日初めてのいい知らせが聞けた。彼と協力して私が処理します。ケイト・ラズウェルが現場に戻ると？この手でやりたいので確実に。全く同感だ。ケイト、ハッサンは必ず人目を避けて連れてくるんだ。いいな？
それまで他言は無用だ。もちろんです。さあ、到着時刻は1時間以内。そっちの現在地は運河だ。橋の下でボートを見張ってる。ミサイルコンテナを運んでる。いや、これは違う。手がかりがつかめるといいけど。また連絡する。ヤズ、用意。行けます。あと大嘘。